はい、どうもナビショットのトキショットです。ありがとうございます。はい、本日もね、始まりました一日。はい、ナビちゃん上空は、はい、晴天でございます。今日はね、牛の中からね。はい、今日もおはようございます、親方。おはようございます。 SS インテリアの親方ね、今日も来てくれてます。今日ね、内装工事3日目だな。3日目。今日はなんか寸法を取って、あとなんかゴード張りするさっきが、そうだね。なんかおめえ、人に使ってるラブラブするな、おめえ。そうからね。え？はい、なんか、ラグラグしてますよね。ボードに。どうせ貼ったらいいんだけど。はい。もう、ケンチだって言ってからだから、おめえ。はい。あとは中身お任せなんで、どうなるかな。手伝いとか手伝って、様子見ながら言いたいと思います。これ見て。穴開いたとこ、俺昔なんかこの発泡スチロールのウレタンのやつ入れちゃってこんなだって、あとこういうのもなんかうまく募集してもらいます。いやいやいや、これ見て、あとは子供たちの落書きですね。あ、こういうのも今きれいになくなっちゃうと思うんだよ。はい、シャキシャキやってくれてます。なんぼ建物の中でも寒いんで、風邪ひかないように頑張りたいと思います。はい、はいよー。じゃね、今作業始まってね、ちょっと寸法取りだな、親方な。ちょっとこちらの壁の方に、なんとテレビ台とかね、作業台棚とか作ってもらうの、今寸法取ってますね。ああ、どんななんだかな、これな。資材関係、今発注かけたりなんだりするね、寸法取るのできるから、一生懸命やっております。よし、あの細かいものはね、地元のちょっとホームセンター行って私も見に来たいんで行ってきたいと思います。はい、よー。じゃあね、今ね、ちょっとね、内装屋の親方ですね。はい、板とかね、いろんな部材買ってきてみましたね。はい、パイプとかね、とりあえずなんか棚とかね、一緒に作るのに、下で作る前にね、加工しながら、あとこの換気扇、穴埋めね、アクリルばっかだったら埋めちゃいますね。とりあえずいろいろ試行錯誤しながらやりたいと思いますね。はい、なんか一生懸命切ってるの、これ切ってます、切ってます。はい、とりあえず私も手伝います。はい、よー。じゃあね、はい、内装工事してね、今ちょっと外にドッグ取り来たらケンちゃんがいました。おー、ケン、はい、なんだね、今日午前中いなかったじゃない、今。はい、なんだ、帰ってくる気はなかったんですけど。なんで帰ってきちゃったんだね。仕事が半月板の先輩の、あ、先輩の車来たから、はい、スルーショー来ちゃった、はい、これ洗っとけって、磨いとけって、磨いとけって、ガラスコーティング、はい、え、なんだ、ゆうべ、お前今日夕日が似合うな、おめえ、はい、まぶしいな、あっち見れねえな、おめえ、綺麗なんで。何、あれか、気配が、え、気配ですから、またともいかないと。大丈夫だ、キークリ。まあ俺はとりあえず今は内装工事やってっからよ、はい、ちょっとインパクトとかドリルの頭交換しに来た、はい、おめえも頑張ってろ。いや、静かっすね。なんで俺にいいの、はい、ふざけんな、作業が進みます、ふざけんな。まあ頑張って磨いてください。はい、今でちょっと道具取りにね、そこの方に来たら緊張がいましたね。ちょっと頑張ってみます。じゃあ俺も忙しくて構ってるんだから行くからね。あ、はい、急いでください。はい、じゃあね。はい、よー、じゃあね、はい、親方と一緒にね、今ボードの穴ぼっこ直しておりますね。はい、親方ね、この大きいとこやってもらってね、私は、はい、このちっちゃいとこやっておりました。ペイとこ、とりあえず貼りましたね、穴は。あっちもちっちゃいのあった、こんなとこ。あとね、凹凸とかね、細かいとこは、あと、なんつうの、パテ、下地ね、下地するときに、コピーって、ビスナーの止めみたくみんな塗ってってもらうんで、あとまだ穴とこちょっと探して、直せとこ直しておきますよ。はい。まぐれるもんだよな。このボードな、一発で決めるとな、うまく入んねえから終わっちゃうからな。うまく入っとるやん、ね、はい、専門はそこうまく逃がしてやっております。よし、はい、じゃあ私も次の作業に取り掛かりたいと思います。あ、親方、はい、一発で決まったわ。はい、まいもと、はい、はい、じゃねえ、はい、地震とかね、
あのいろいろありまして、だいぶボードの方もねこれペコペコ浮いてきてたんで割れてるとこもあったんだけど、ビスで締めるとこどうしても釘浮いてくんで、まあ建物全体的なんですけど細かくなくてビスよいしょビスブチの方捨てておりますね。あビスブーって締めるとこうやって釘が浮いてくるんですよ。なこういうとこいっぱいあるんで、これ全体的にこれ全部ビスを細かく打っていきます。でその間に、はい、親方はクロスのね寸法を測ってね、あの建物の寸法を測っていろいろ書いてっております ね何が何枚用とかってこれ書くんだけど、はい、とりあえず一生懸命やってるんで話しかけてね計算間違うんでそっとしておきます。私はビス無事の方をしていきます。はいはいよー、じゃあね、はい、今ね作業途中なんだけど、ちょっと私ね夕方集まりありまして、まあ親方もうちょっとやるっていうんで親方おいで私集まりに行きたいと思います。はい、本日ね実は2本目の集まりで、昼間と夕方集まりみたいです。じゃあ親方あと切り見て帰ってください。お願いします。行ってまいります。はい、本日もねじゃあSS インテリアさんね、内装屋さん来てね、作業やってもらってますからね、ああちょっとずつこうやって進んでいくんで楽しみでございますね。ああさあ、どんな建物なんだかな。これはなかなか長丁場の企画でございますね。はい、そういうことでね、また進歩ありましたらちょっと動画にしていきます。あとはとっときゃな、クロス貼る頃だべな。2つはね、今からちょっとパテとかバーっと塗るんでまだまだかかると思うんでね。よし、そういうことでまた皆様会いましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。はい、その後牛の金ちゃんのもねセルシオ多分まだ磨きやってるんで小枝にかけて出かけてやります。はい、じゃあまたね。はいよー、じゃあね今ね夜中の11時過ぎてください。はい、牛の倉庫でまだこの男が仕事してました。金ちゃん、なんだヒゾ、気づいてきた。何、寒くて、いやさっきこうしゃがんだ瞬間に小石が膝に当たって、違うべ、こいつ膝の悪い人の車だべ。おめえいじってたっけ、構わっちゃうべ。はい、え、DM 来たべ、 LINE で、 LINE でおめえ俺の膝いじったべって言ったべ、いじってきて、え、はい、ところでうちのママちゃんなんか持ってきたべ、今クレープもある。それ俺のクレープなのにおめえ金ちゃんにあげるって勝手に持ってきたよ。2個もらいました。マジで、じゃあゆうたの分もだ。あ、本当ですか。いや、金ちゃん頑張ってからってママちゃん、金ちゃんかわいそうって、俺のクレープこいつにやりやがった。下げやがって。はい、頑張れ。俺も集まりようって書いてきたっけ、まだ金ちゃん仕事してたんで、はい、うん、頑張って、はい、な、頑張ります。な、今日中には帰れ。え、今日中に、また明日真っ赤だよ。そうですね、明日には帰れですね。な、あと1時間くらいだけど。明日で帰った。明日で帰れば、はい、じゃあまだ明日会うね。あ、ごめんなさい。おまけでございました。じゃあ頑張ってください。すごい、ありがとうございます。金ちゃんも一生懸命やってます。みんなよろしくね。はい、じゃあな。